はい、こんにちは、江夏画廊の江夏です。今日は、撮影しているのが夕方なんですけれども、以前にね、こう私お昼ご飯食べた後に撮影したってことがあったんですけど、その時はかなりですね、ぼーっとしちゃって、なんかちょっと酔っ払いみたいな動画になってしまったんですけど、夕方に撮るとどうなるのかなと思って、まあ、ちょっと作品もちょっと夕方、夕方じゃないのかな、いつだ、波打ち際のカモメだからな、いつなんだろう、ごめんなさい、ちょっと時間帯わかんないんですけれど、なんかちょっとなんとなく夕日と連想して、この作品を選んでしまいました。そうですね、夕方になるとどうなるのかなと思って、こうあえてこう夕方選んでやってみたんですけれども、普段ですと私夕方って一番パワーダウンしちゃうんですね。だからもっとヘロヘロになるのかなと思ったら、意外と今日は元気でしたので、このまま撮影に臨みました。で、全然関係ない話なんですけど、先日ですね、朝私がね、こう朝起きてリビングでゆったりとしてたら、娘がこうなんか突然こうなんか言い始めたんですよ。もうなんだろうなと思ったら、ねえパパっつって、あれパパのうんちなんか言うんですよね。で、パパのうんちってなんだと思って、まあ、ベランダになんか見えたんですよね。で、そのベランダをこう私もちょっとツツツッと言ってこう一緒に見たんですけれど、外にですね、大きなさつまいもが置いてあってですね、どうやらそれを見て娘は勝手にパパのものだと勘違いしてしまったみたいなんですね。で、まあ、私もね、こう娘がせっかくなんかそう質問してくれたから、パパも答えようと思って、うんっつって、パパはね、ちょっとね、あんな大きいのパパのだったらパパ大変なことになっちゃうよっつって、まあ、とりあえずそう答えておいたんですけど、娘はなんかちょっとよく分かんなかったみたいでキョトンとしてたんですけれど、まあ、ちょっとそんなくだらないちょっと出来事も、まあ、たまにはありかなと思って、ね、こう作家さんに対してそんなお話するのはちょっと失礼かなとも思ったんですけど、でもこの作品を書いてくださったボッシュ先生なら同じぐらいの年頃のお孫さんがいるので笑って許してくれるかなと思って、今日の一枚を選ばせていただきました。すいません、こんな感じで今日の一枚を楽しみください。今日の一枚の楽しみ方なんですけれども、3つのポイントがあります。まず1つ目に、毎回こちらで1枚の絵画をセレクトさせていただくんですけれども、今回は、フランシスコ・ボッシュ先生の、パステル画を選択させていただきました。そして2つ目に、この絵画をですね、この動画の、後半約1分間、リラックスして、じっくりと鑑賞していただきます。そして、3つ目なんですけれども、この絵画から、感じたこと、気づいたこと、もしくは疑問に思ったことなどを、ぜひですね、YouTube のコメント欄などに記載していただければと思います。この動画の目的なんですけれども、皆様のですね、観察力や洞察力をより高めていただいて、ご自身の世界観をもっともっと広げていただくことを目的としています。継続して続けていくと、素晴らしい効果が日常に現れてきますので、いろんなね、気づきが増えたりします。なのでぜひ継続して続けていただけたらと思います。気を取り直して、今日の一枚のまた、進行を進めていきたいと思うんですけれども、皆さん、さつまいものことは忘れてください。人の脳って面白くて、あれしないでください、これしないでくださいっていうと、なんていうんですかね、脳はなんか否定形と肯定形をよく理解しないみたいで、結局その言葉が強くイメージされるみたいなんですね。だからよくね、そんなところいたずらしちゃダメよって子供に言うと、こう子供がどうしてもいたずらしたくなっちゃうのと、あれとなんか同じようなことなんですよね。だから、ね、さつまいものことはごめんなさい、忘れてくださいって言うと、ごめんなさい、さつまいもがイメージされちゃうので、よろしくないので、まあ、とりあえずそれはもうバーンとクリアしちゃって、まあ、今日は、この1枚ですね、まあ、いつも私なんか投げっぱなしジャーマンみたいになってて、なんか皆さんにも好きに見てくださいみたいな感じでやってるんですけど、時にはちょっとガイドをしてもいいかなと思って、まあ、今日はその、ね、
例えば見るポイントの、まあ、一つの事例ですねとしてちょっとお話ししていただきたいんですけれど、まあこれはあの朝日なのか夕日なのかはちょっとわからないですけれど、まあ、とにかくこう、日の光を感じていただくのもいいかもしれないですし、あとはこう波の音ですね、こう聴覚の方ですね、波の音こう寄せては返し寄せては返し、そういう音を聞いてちょっとこう心が浄化されるような感じがあってもいいかもしれないですし、あとはこのボートですね、こう当てどもなくこうゆらゆらとこう、ね、こう波にこう乗ってどこかに向かうボートをイメージしてもいいかもしれない、あとはこの、まあ、タイトルについてるカモメですね、カモメ、こうやっぱり鳥って自由じゃないですか、空を飛んで、だから自分もこう何かこう鎖に縛られて何かがあったとしたら、それをこう解き放ってこうどこかねこう自分が行きたいところにこう飛んでいく、そんなイメージを持ってもいいかもしれないんですよね。だからこう絵っていうのは別にどこにポイントを置いてもいいんですよね。こうご自身が一番こうなんていうか共感できるところに意識を持っていっていただくと、非常になんていうかその絵の中に没入していくような、ちょっとそんな素敵な経験ができるのではないかなと思います。星先生の絵はね、本当になんていうか癒される、本当に心が温かくなる絵なので、ぜひですね今日の一枚をそんないろんなことをこう想像しながら、決してさつまいもごめんなさい、意味あぶりさぐっちゃいましたのでごめんなさい、今日の一枚をお楽しみください。ごめんなさい星先生、ごめんなさい。